やっと、怖かった。でもここはね、昔、そこは空いてたんですよ。はい。
なんかあれだね、国土地理院もすげえ最近アクセス多いなとかって言われるかもしれないね。すげえ最近人気あるとかって。さっきあったね、川の反対側に。地図で見るとすげえそばまで行ってる。だけどこれ、このさ、前の山の傾斜見るとどうも登っていけそうな感じがねえけどな。わかんない、でも実はある。うん、右側行くとあれかな、この沢伝いだったら行けるレベルなのかな。この先は行けない。行けない。もう一個のところに、うん、さっきの分岐のところを左に行くと、うん、あるんですが、うん、それでもだいぶ繋がってますよね。だいぶ繋がってます。多分伊豆スカイラインまで。
頑張んなくても上がれるよ、もっとゆっくりしても。上がれるんだろうね。火を振ってるんだからさ。まあ一時的に道をぶっ壊してあるかもしれないけど。あそこ、かっさいぞ。これ、プールと丸太は好きもんね。